さんよ、ハーバンはよ、ハイチャンネルのハイです。ということで、今回なんですけども、さあ、来てしまった。今宵はね、神デッキを作ってしまいましたと。さあ、皆さんね、ゴスペル600ポイントだと思ってませんか ?4 枚で2400ポイントだと思ってませんかと。見てください、このデッキ。ほとんどが呪文で構成されていて、まずエンゲージチャージャーでマナを加速しながら、エリザベスとブライゼナーガで呪文を全部トリガーにして、ラッキーダーツとか、まあ、ポジトロンとかホーガンでゴスペルを召喚して、ここら辺の大型呪文を無限にね、詠唱し続けるっていうね、もうすごいね、楽しいデッキになってまして、まあいろいろね、まじ劇的な展開になっていて、4試合くらい取ってきたのかな ?4 試合取ってきたんですけど、まあ全部の試合ね、めちゃくちゃ激アツな展開になってて、もう神回となってますんで、ぜひね、最後まで見ていただけたらなと思います。よろしければね、年内チャンネル登録者3万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、この機会にチャンネル登録とね、高評価、まだね、未登録の割合が7割ほどいますので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いしますということで、早速下の方に行きましょう。行くぞ!さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、ポジトロンサイン、ラッキーダーツ、ホーガンブラスター、エリザベス、ブライゼナーガでね、始まったオープニングハンド。さあ、やっていきましょうか。さあ、クロスファイアセカンド。これ、ジャバジャックじゃないの?おい、勘弁してくれ!このデッキでジャバジャックに勝てってか。いや、でもね、トリガーが熱いから、盾次第かな。もう、こうなってくると。盾の、いや、もうガードホールが、すごいんだから。めちゃくちゃガードホール来るんだから。相手エボリューターなんで、まあ、エリートジャバジャックっていうね、可能性は、うーわー、一番気持ち悪いの来たジンマシンが止まらない大声、もうガードホール、ええってもういや、ゴーゴンシャック世界で一番きついな。マジか、これね、本当に、このデッキ大半呪文なんだよね。エリザベスでどこまで止まるか。だけど、これもう全部縦割り切られるんだよね。すごいな。青ターン。ジャバジャックでしょ?強すぎでしょ?誰が勝てんの?教えてくれ!で、リソースまで回復されて、盾を全部割り切られて、盾がない時のエリザベスって何?本当に。ただの5マナ5000。バニラで、うわ、すご、うわ、それね。いや、強っ。本当に。オッケー。まあ、でもね、これ、ホーガンしかないんだよね。神より定める。ポジトロン、ちょっと弱体化したけど、こっからラッキーダーツ。神を信じる。ラッキー盾がなくなってるだけなんだ。インビジブルオーラ!よくやった。終わったと思った。もう、奇跡だ。殴ってくるでしょ、これ多分。エンターテイナーなら、きた、これ。思い通りにさせないって、こっちのセリフなんだよな、ゴーゴンシャック。ターンダルソーダ!俺はエボリューターかな?いや、でも、シャックをどうにかせんといかん?土幻化せんといかん?いや、盾を守ろう。で、エリザベスで、エリザベスで呪文が全部トリガーになります。なので、かけよう。ここまで来たよ。ユハイチャンネルも。見せるデュエル。やはり。違うんだよ、やっぱ。こういうこと。美しく負けるんだよ。負けるとしても。そうだろう、ヨハン・クライフは言ってましたよ。1-0 で勝つより、3対2で負ける方が美しいってね。未だによく分かってませんがね。サッカーやってた人なら分かるかもしんない。俺もサッカー部だったから。その意味がやっと分かった。ジャバジャックで、勝つより、エリザベスで敗北してやる俺は!エンゲージャージャー。これは強いんじゃないの?リーサル回避したぞ。無限ループが、やっぱエンゲージ強えな、こういう時の。ポジトロンで、来た!エリザベスはちょっと微妙か。奇跡を訪れない?そんなこと言うなよ。奇跡は、行こう。だが偶然の奇跡じゃないと、俺とコットンの熱い思いが起こす奇跡なんですよ。これは、偶然じゃない。
運なんかでは片付けられない奇跡がそこにはあるんですよ皆さん。来たよこれ。あるの？こっから入れるわけあんの？マジ？次はゴスペルに繋がる。次の次か。これはガードホールだ。ブライズナーが意味がない。行きましょう、ガードホール。で、これでデビル・ディアボロスで当てることによって、一応、まあ、スピードアタックは2マナで飛んでこないと思うけど、来たね。オッケー。冷静にね。こっから負けるなんてことはない。で、次に、ゴスペル。ティア1ですよ。このカード。このデックはね。だ見せてくれと。クロスファイアセカンド。何もない。何もないなら全然いいぞ。ここでなんか2マナの変なクリーチャー。でもアクアカード。あ、置けない。悪性は、させるとゴスペルが出ないので、まあでも、するしかないんだよね。ゴスペル出ないんだけど、ごめん。ゴスペルが出ないんだけど、これしか勝ち目がない。実況者ならゴスペルなのかもしれないんだけど、まず勝たなければいけない。そう。でも次ゴスペル出るから。ラストストームで、まあ、このためだけに深海ヤノス入れてるけど、結局クロックがきついと、いうことなんだよ。最後の砦。わからせクロック、マジレスクロックが本当に、怖い。怖くて怖くて震えるんだよね。もう西野カナさんリスペクトしなきゃいけない時代までやってきてるね。まあ、リスペクトしてますね。俺も中学校時代めちゃくちゃ西野カナさん聞いてたからね。何の話っていう。この情報いる今このデュエル中に。絶対にいらないんだよね。まあ、だけど俺はめちゃくちゃ聞いてて。はい、2マナね。今はバックナンバーとあいみょんさん聞いてますけどね。サッカーガード。さあ、超覚醒。この俺をこう言ってみなと。1マナ2000がそのセリフほざくかねと。さあ、最終決戦。ゴスペル行こう。もう行くしかない。神託の王、ゴスペル。何が来てくれたらいいんだろうね。エンゲルチャージャーとかちょっとありかもしんないんだよな。さあ、いや、マジかよ、お前、ゴスペル。いや、だけど、行こう。で、デビル・ディアボロス、クロックが怖いと。ゴスペル出たせいで、デビル・ディアボロス2体出しちゃうと、プレイスリンクができない。難しい。いや、でももうこれしかない。で、ゴスペルにスピードアタックを付与します。で、ワールドブレイクするから、クロックがどうしてもきついね。1打点が残って、ゴスペルでインビンシブルオーラか。さあ、ヤヌスで付与します。加藤、ワールドブレイク。ノートルで勝ちです。頼む。いや、絶対あんだよ、何かしらは。ないの？よし、勝ったぞ！ゴスペル、あんたはティアワンだ。ほらね、ロストソウル、最後に、ワールドブレイクの後のロストソウル！こんなに気持ちいいことあるか。ゴスペルはティアワンです、皆さん。ご賞はくださいということで、ダイレクトアタック対戦。あーっと、熱すぎるだろ。神試合です、これが。さあ、対戦の方、よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、エタソガードホール、ポジトロンサイン、エリザベス、エンゲージチャージャーだね。始まった。オープニングハンド、悪くないね。エンゲージからのエリザベスって繋がりますね。で、相手は、オニシュラ。何デックなんだと。まあ、大体、おおよそ、エッグかな。ドラゴンか、あ、ドラゴンだ。バンベートーベン。そして、エタソウ。まあでも結局、何を置こうかな。光罠はどっかしらで確保しなきゃいけないからな。まあ、ガードホール埋めて、エンゲージエリザベス、ブライゼナーガでしょう。みんなが見たいのはね。あんまな。ん？なるほど。お相手し。さあ、エンゲージチャージャー。んで、エンゲージチャージャー本当にこのデッキとの相性が良すぎるんだよな。最初、盆踊りチャージャーだったなんて口が裂けても言えねえわ。4マナ使っても燃える5。
さあ、トラマルトライ G だね。この時でもジャッジも強いからね。言うて。ここなんよ、問題点は。さあ、トップが、まあ、墓地に送るのはもうどこでもいいとさ、エンゲージからエンゲージ。で、ゴースペアル。で、まあ、ポジトロンを埋めて、さあ、エリザベス、トラマル殴ってこれるか。あんた、奇跡は起こすものですよ。間違いない。来いよ。トラマルトライ G、あんた持ってるかい？持ってるよな、トラマル使いなら。てか、燃える号で回収してんのか。さあ、トラマルトライ G！ うわ、一勝負だ。加藤、俺はジャッジも強いよ。はい、ブライドナーガー。はい、ロストソウル。てか、相手が、火花はかわいそうだな。ただのダブルブレイカー。しかもこれトリガーになる可能性全然あるよ。エリザベスで全部呪文はトリガーです。あー、砲丸。おしろ、ブライド来た。いや、これブライドでしょ。余裕で。さあ、ラッキーダーツ。ラッキーダーツでポジトロンサイン。んで、砲丸ブロス。すべてを経由して、さあ、エンゲルチャージャー。まあ、でもこれただ3万円でしたからね。これ、ブライズナーガのバリューを上げたんだよね。とりあえず。これは、悪くないぞ。あ、そうか、エンゲージは、あれなんだ。ロスオール。俺はさ、もう、ブライズナーガしかなくない？ブライズでトラモル破壊するしかないんだよね。何かしら呪文めくって。それ以外、勝つ筋ないからな。いや、ダーツはもういらないね。さあ、男はブライズナーガでしょう。行きましょう。ブライズナーガ黒神竜。さあ、何かしらをめくらなければいけない。さあ、2枚です。ラッキーなつめないけない。ダンダンソーラゾイ来たね。これやばいな、この時。楽しすぎるんだけど。さあ、ダンダンソーゼトラマル処理で、次ゴスペルですよ、皆さん。で、相手が鬼うっかりで負けなんだよな。皆さん知ってた？鬼うっかりで負けなんだけど、さあ、4マナで燃えるゴープね。で、またトラマル回収。で、またゴスペルゲーになるね。これは。さあ、鬼ゆっくり回収してきた。トップがゴスペル。エタソ、いや、エタソじゃ負けなんだ。じゃあ、ロスト、あ、エタソじゃ、エタソでいいんだ。そう、ロストソウルは負け。エタソならいいんで、次ロストソウルだ。やば。ゴスペルいらねえじゃん。ビビったわ、今。ゴスペルとは何だったのか。ゴスペルもただのトリプルブレイカーだもんね。でも、ただこれダイレクトアタックする民だから。さあ、砲丸なんで、さあ、これはもうゴスペル、もう水単色丸なんで。これでもなぁ、鬼うっかりで負けだから、でもトワリューでも負けなんだよな。あっぶねぇ、トワリューでも負けだったから、結構狭い道筋をたどりましたね。あんまな、まだ鬼うっかりでは負けないし、待って。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと。あ、5000GT はね、わからん。トラマルトライ G に 5000GT 入れんの俺だけだと思ってたわ。もしかしてリスナーさんか？いやー、だってね、5000GT 鬼しらしか出ないもん。まあ、だけどね、まあ、ロストソウルのおかげで出るというね、謎のシンパシーが、シナジーがありましたからね。相手はメンデルスゾーン、ドラゴンかな？シャワーとか入ってんだ。インディゴも、珍しいっちゃ珍しいよね。エターナルソードなんで、まあこれエンゲージチャージャー打ってトップ光マナ、振るしかないかな。さあ行きましょう。エンゲージチャージャーで埋めて、で次に光マナでエリザベス、ブライゼナーガっていう結構な理想ムーブができるんで、これをやりたい。相手は結構潤沢にメンデルは決まんなかったけど、どうなのか。ドラゴン、でもシャワーとかも、入ってるから、何なんだろうね。ドラゴ代用。でも結構ドラゴンの濃度が高いわ。さ、竜の呼び声。5マナ。さ、エンゲージで、さ、ガードフォア。来た！次トップに来なかったらいけるぞ。さあ行きましょう、エリザベス。奇跡は起こすもんだと。間違いない。見せてあげましょうよ。で、これで丸んだよな。さあ、そして、フェアリーシャワー。シャワーで、鈍水を落とす。シャワーとか、鈍水とか入ってるの結構珍しいけどね。さあ、インディゴ。そして、バンベイドーベン。さあ、ポジトロン。いけましょう！お前の目が決まる。これで何めくれるかなんだよね。めくって、
ラッキー、オーラは悪くない。オーラでどうなんだ。でもブライズナが引いたからな。で全部一応トリガーになるから、呪文もトリガーになるし、エタソとか引いてくれるとめちゃくちゃありがたいんだけどな。ラッキーダーツ、ラッキーダーツからの演技上手すぎ。またブライズナーだなこれ。だけどもうね、皆さん気づいてますかね、もうキューマナなんですよね、ライゾーなんですよね。こんだけ頑張ってもバルがライゾーで一撃で葬られるっていう。で一番やばいのはナンバーナインぐらいかな。ドラゴ大王とかもちょっとやだけど、来たね。さあバルガライゾーあんまかけてこい。ゴールデビジョン本当に魔境だね。吸血しないで頼む。何、うわ、モチャは関係ない。エリザベスね、これドラゴンなんだよ。これアポロニアドラゴンなんだよ。ほらアポロニアドラゴンとメガデルソルみたいな、よくわかんない所属なんだけど、これで一応モーツァルトをケアします。ドラゴ大王で、いやでも関係、以上、インビンシブルオーラで、トリガーになってるので、ドラゴ大王、いやー、これはヘッドがきつい。エリザベスは処理されますと。ドラゴ大王の能力で。いや、でもあるぞ。盾次第だぞ。さあ、エリザベスは処理されての3点パンチ。アタックキャンセルとはならず、ならないよ。来い、強すぎるこれはやばくないか、これはやばい。ボスベルから入ります。何から入ってもいいか別に。エタソもあるしね。でジャッジで刀って関係ない。ガード引いてるわ。でエタソがあるから、で、ドラゴンしか出せないから、デビルディアブロスは出せない。だよね、ドラゴンではないクリーチャーがワトルツン出るときだから、デビルディアブロス出せない。ロマノフか？ざっつりロマノフ出しとくか。ワンチャン覚醒すんじゃない？さあ、関係ない。うやー、くっそ。外すか。で、墓地に、これ呪文とか、オッケー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 。で、エリザベス。エタソ一択だよね、こうなると。強くないか意外とこのデッキ。奇跡が起きまくってる。んで、6マナ、7マナで何も出ないでしょ。で、ゴスペル殴るときに、ここで何かしら行きたい。で、ライゾー、ライゾー、ライゾー。からのポジションも悪くないよ。こっから方が。いないか。マジ何しに来たゴスペルお前は。ほんとに。いや、一回3点パンチやな。イーサルはないから、ギフトとか入ってると、ちょっときついかって感じで、赤毛赤毛。いや、10万以上だから、覚醒しますね。うわはははターン開始だからな。覚醒すんのやばいね。普通にこのデッキで。バルが8万の人はギフトさえなければ、トワリューで一応リーサルあるけど、ダイハードとかはガドホだから大丈夫で、ん？ダイハードなら大丈夫。トワリューだときつい。いや、ダイハードだと赤木の殴りで負けか？ドンス、ドンスイ。で、多分ロマノフをバウンスすると思うんですよ。いや、覚醒見たかったな、ノモノフの。さすがに、うん、ロマノフだと思う。覚醒するからね。でも、ロマノフね、もう出されなすぎてて、なんだこいつってなって。あ、やっぱそうだよね。10枚以上あれば覚醒するんで。いやー、覚醒したんだよな。まあ、でも、買ったか。一応、トリプルブレイカーなのが強いな。ちゃんとリーサルはある。さあ、トップがガード砲。いや、ゴスペル、行くか。ここで何かしら、なんかロストソウルみたいな、呪文を持ってきてほしい。エタソでもいいね。なんか、妨害系が欲しいけど。さあ、ナンバーナイン。来い！ラッキーなやつ悪くはないんじゃないか。
最後までエンターテイメント完璧だ。んで方法も関係ないで、ゴスペルの3点で、ナンバーナインめちゃくちゃ固まってんじゃんね、エリザベス。まあ関係ないも勝ちでしょう。イーリスブーストだとちょっとやばいの、やばいね、やばいのやばいっていう。語彙力もやばいけど頼む、茶碗をかぶれ。鈍水でも危なかったね普通に。いや勝ったね、ライゾー出されて、ドラゴ大王出されても。はい、ということでブライゼナーガでダイレクトアダック対戦、アドショア。さあ対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドなんですけども、ポジトロン、ロストソウル、エリザベスゴスペル、ラッキーダーツでね始まったオープニングハンド、ま、エンゲージチャージャーとかここら辺引けるとまあ熱いのかなと。まゴスペルめちゃくちゃ来るな。ゴスペルでやっぱね、こういうカード必要だよね。正直、今回の段はマジでネタ切れが早い段だから、ゴスペルとか、お、最強かよ。トップ強すぎるな。ゴスペルとかコットンとかに頼らなければいけない。あとはトラバルトライジーとか、マーシャルクイーンだね。一番はマーシャルなんですよ。で、次エリザベス出して、ブライゼナーガでめちゃくちゃスーパーハイパー理想ムーブなんじゃないですか。ゴッドゲート。ゴッドゲート。さあ、出雲か。出雲結構辛いな。これ、コスト5以下の呪文で構成されてると言っても過言ではないから。いや、次のトップ、ブライゼナーガだってほしいな。4マナミラクル、フェアリーミラクル。で、次多分だけど、出雲が来るから、ゴッドゲートだったり何か、ブライゼナーガ来た。めちゃくちゃ理想ムーブだわ。これはね、出雲も、びっくりじゃない。もうゴッドすら超えていけ。さあブライゼナーガです。さあうわー